皆様大変お忙しい中にこうした私の拙い最終講義にご出席くださいまして誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。また教育学研究科の先生方および心理臨床講座の先生方にはこうした機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。感謝申し上げます。それから今日のこの催しは院生の皆さんが、力を合わせて準備してくださったものです。院生の皆さんの尽力でこうした素晴らしい会場と会が開けております。それにもありがたくお礼申し上げます。それでは私の最終講義に入らせていただきたいと思います。私が精神分析に出会ったのは、15歳の時でした。町の本屋で精神分析の本を見つけました。大変感銘を受けましたが、私は開業医の息子であったんで、それで、とりあえず医者にならなければならないということで、その道は、諦めていたんですが、人生思いがけないことがありまして、そうしたことから、もう一回精神分析に本格的に取り組むことが24歳、大学を卒業した時ですね、医学部を卒業した時から始まりました。そうして、精神分析を学んでまいりましたが、実践してもまいりましたが、まだ道半ばというか本当のことは分かってないというのが私自身の今の思いです。しかし、ここまでの私なりの足跡を踏まえて今日は皆さんにお話を聞いていただければと思います。施設精神分析入門と題しておりますけども、本当に、施設に過ぎないものです。始めさせていただきます。これは私が30歳前後の頃の、ことです。その頃、時代的に、1980年ぐらいの頃ですから、摂食障害の患者さんが増え始めてた頃でした。その時ある一人の17歳の摂食障害の女子高校生を見ていました。女性の心理師が面接を行って、私は主治医という形で、この女性の話を聞くというそういう立場におりました。この方は、この女性は拒食の人で、嘔吐とかはしておりませんで、拒食の人で、食べないで一生懸命痩せられるんですが、しかし人間生理学的に、食べないで折れなくなるということで過食が出てきていまして、非常に心の状態が不安定になっていました。この女性がある時にですね、自宅でナイフでお腹を切腹のように、2度切りまして、救急部に運ばれてきました。大学のですね、それで私が本人に会って話を聞きますと、泣きながらお腹を切って食べ物を出したかったということを語りました。その彼女には、女性の心理師が対応し、私はその彼女のお母さんに会いました。このお母さんはついてこられてたんですが、もともとそのあまり感情や反応が豊かな方ではなくて、この日も、淡々とされていました。私はこの娘さんがこんなにその苦しんだり傷を負ってるのに、どうしてこのお母さんは穏やかなんだろうと、はっきり言えばその冷たいのだろうと、腹立ちと驚きを感じながら対応していました。その時私が思い出したのは、ある時この女性が手首を、この人は時々手首を切ってたんですが、手首を切って救急部に来た時に言っていたことでした。彼女は自宅で不安でお母さんに自分が苦しいということを訴えたのですが、お母さんの返事は次のようだったんですね。どうしてあなたは悩むの？私は若い頃何も悩まなかったと言われたんだそうです。確かにそうしたことを
言われるようなお母さんだと私は思いました。そしてこのエピソードを私は想起したときに、私は改めて人は自分自身にこそ嘘をつくのだと思いました。私はこのお母さんは自分の心を偽っていると思いました。まあ、しかし皆さんはそんなことは誰でもとっくに分かっていることだと思われているかもしれません。しかし私はこの経験の時までそれを本当には分かっていなかったのだということに気がつきました。私たちは幼い子どもの頃にいろんな事実を探求しようとします。例えばここに書いてますように、なぜ子どもは早く寝ないといけないのか、お父さんお母さんは子どもにもう早く寝なさいということをいつも言いますね。なぜ子どもだったら早く寝ないといけないのか、なぜ大人は遅くまで起きてていいのか、あるいはなぜ女にはおっぱいがあって男にはチンチンがある、こうしたことはおそらくどんな子どもも思っていることだろうと思います。さらに私は、私の母親があなたたちは元気な両親が揃っているだけでも幸せよということをたびたび言ってました。両親がいるのは当たり前なのに、なぜこんなことを言うのだろうと私は、自分なりに考えることがありました。また一体なぜ自分は今ここにいるのか、この自分がスーッと消えてしまっても皆は何も気づかず、何もなかったかのように生活していくのではないか、私という人間がいるということはそれは不必要なことではないか、その証拠に皆何かそれぞれ忙しそうにやっているというふうに思ったりしました。こうした好奇心、英語に curiosity killed the cat という言葉がありますね。好奇心は猫を殺すという。猫ってすごい好奇心の強い動物で、知らないところに入ったら押し入れとかそうしたところを探求していきますね。こういう好奇心というのは人を不幸にするものだということをこのことわざは言ってるんだと思います。ですから、好奇心はほどほどにした方がいいというのが私たちが学ぶべき大人になる時の教えなんだと思います。そうしたわけで、子どもはやがて大人がなぜということを求めていないということを知るようになっていきます。ですからそこで自分が感知した事実の探求をやめるようになります。そしてそれからもともと自分が抱えている何かの生きづらさというものを周りの大人との間で穏やかに平和に和らげようと努めます。まあ、それが周りの大人のように、あるいは周りの大人のような大人になることだと思います。ただそれができない、それができない子どもがいます。そういう子どもというのは周りの大人からこの子は変な子だとか変わった子だねとか、まあおかしな子だとかいうふうに言われたりして、ある意味軽蔑されます。そうした体験をしたような子どもが精神分析に関心を抱くことがあると思います。私が思うには、精神分析というのは大人に対する静かな反抗であると思います。なぜならそれは反常識をたくさん生むということに励むようになるからですね。例えば、次のような言葉というのは極めて反常識的な内容だと思います。答えは好奇心を不幸あるいは病気にすると、
これはモーリス・プランシェという、フランスの、文学者および文芸評論家が言っている言葉ですね。答えは好奇心を殺す病であるということ、これはビヨンという精神分析家が言っている言葉です。あるいはその知識は病的な無知であるということを言っています。こういう反常識的なものが精神分析の中で生まれてきたり尊重されるようになります。